顔じゃない。はい、マイル秋坊でございます。つうで今日はさ、西成に来てんねんけど、私初めてのホルモンの山木さんっていうところに行ってみたいなと思って来たんやけど、人いっぱいや、どうしよう見てみて、人いっぱいおるけども、ちょっと行ってみよう。お父さん缶ビールちょうだい。はい、すいません、後でいいの。はい、でホルモンもうないの。あ、そうなんや。で肝を、これ何、1個って頼んだら何個が出てくるんですか。1個で頼んだら何個出てくる。あ、そうだよ。ああ、ほんなら僕その肝を1、え、肝1つ80円お願いします。すると、まあ、とりあえずとこビール、お父さん入る気。で今ですよ。そういうことね。なるほど。そうかそうか。この串、この串が一つ分で今二つ頼んだから、この串でこれをつついて、ここにつけて、いっとこ。うまい。おいしい。めっちゃニンニク効いたな、これ。おいしい。おいしい。うまい。めっちゃうまい。全然うまい。うめ。ホルモンの山木さんね。山木さん。初めて来たけど。あの初めて来たけど大歓迎で、これニンニク、ニンニク臭がめちゃたまらんわ。あの間違いなくあしゃ臭いで。でもうまいから。柔らかいもんね、これ。いただきます。うん、うまいですか。うまい。全然うめえ。いっとこ。安いもん、ここ。この肝ほんまうまいわ。肝が一つ80円って書いてあって、で何かな思ったら、肝大きいやつがあって、大きいやつが1個80円でそれを切ってくれてるから、今大体串刺してるのが4分の 1個ずつぐらい、1つを4つぐらいに切ってくれてるね。だから1個あの1串が20円ぐらいだけどな。で1つ頼んだらこの1串がついてくるんで、でこの串のその、本数で最後お会計するらしいわ。だから1つ80円っていうのはこの1本出てくるんで、3つ頼んだら3本出てくるんで、だから1人できても多分3本出てくるんちゃう。だからそれはあと会計するときにお役に立つやろっていうような格好で、でホルモンは1串で出てくるんだけど、今日ホルモンないらしいから分からへんねんけども、なぜホルモンは1串で出てくるんだよ。でもめっちゃリーズナブル。いやーうまいわ。うん。全然。うま。もう食い逃げ見たとか。怒る。全然怒る。これもすごい今日気持ちいい。朝仕事どうします？ああ。最高。ほんま今までいろんな店行ったけど最強のせんべろ店やな。ビール飲んで。ま肝一つ頼んで。今だって。ね、4キロぐらい頼んだから、あれちょうど1つで80円で、ね、このビールが缶ビール300円やから380円、せんべろどころの騒ぎやないと最強。ということで本日はホルモンの山木さんにお邪魔して食べて飲んでました。初めての山木さん大感動。今までせんべろとかやってるけど、せんべろどころの騒ぎやないってめちゃめちゃ安いぞ。でも何ていうの、お肉というか肝めちゃめちゃ美味しいんやけど、つけだれあれがまた最後にうまい。でもニンニクめちゃくちゃ効いてるから、もうほんま次の日仕事の人はあかんと思うねんけど、でもあれめちゃくちゃうまい。ということでまたこのね、西成にお立ち寄りの際はこのなんていうの、ホルモンの山木さん立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということで次の店行ってきますんで、さよなら、バイバーイ。